お隣でありながら、日本を仮想敵国にしている韓国です。カルチャー分野では、深い交流が続いているというのに、政治になると、どうして複雑化してしまうのでしょうね。さて、今回の主題は、韓国の潜水艦についてです。何でも3000トン級の最新鋭潜水艦だそうですよ。韓国の最新鋭潜水艦が進水式を迎えたそうです。いうニュースがありました。この国が新しい兵器を備えたという報道を聞くたびに感じるのですが、果たして韓国はどこを敵対国と想定しているのでしょう？単純に考えれば、同じ民族でありながら戦争状態が未だに続いている北朝鮮ではないかと思うのですが、違うようですよ。念のためお知らせしますが、太平洋戦争からわずか5年後の1950年、昭和25年、始まった朝鮮戦争は、3年後の1953年に休戦協定が結ばれていますが、あくまでも休戦であって、終戦ではありません。韓国と北朝鮮との間の戦争は継続しているのです。とはいえ、日本に関わる問題が発生すると、手を握るのがこの2国です。だからこそ、最新鋭潜水艦が仮想敵とみなしているのは日本ではないかという推理にも、現実味があるというわけですね。では、韓国の最新鋭潜水艦ヤスタケについて紹介しましょう。全評判によると、日本の、そう、旧型潜水艦以上のスペックを持っているということでしたが、日本には、新型の太平洋型潜水艦もありますからね。果たして、どちらがより優秀ということになるのでしょう？2020年11月10日、韓国が誇る、潜水艦とサンアンチャンホ、旧潜水艦2番艦ヤスタケの進水式が行われました。ヤスタケは、通常動力型としては、大きく、水中排水量は3705トン、兵装として、1番艦と同じ VLS を6機装備しているそうです。VLS というのは、正式名称を、バーティカル、ローンチ、イング、システム、バーティカル、ローンチング、システムといい、潜水艦などの艦艇に設置するミサイル発射システムです。日本では垂直発射装置と呼ばれるようですね。この装置があるので、海自の、そう、旧型潜水艦と比較すれば、対艦戦闘用戦術兵器の魚雷発射艦に加えて、対地攻撃用戦略兵器の要素も兼ね備えた兵器と言えますから、そう、旧型より兵器としては上位レベルにあるということになりそうです。実は、トサンアンチャンホ、旧以前の韓国にある潜水艦は、韓国のオリジナルではなく、ドイツから209型や214型を購入し、ライセンス生産していたものでした。トサンアンチャンホ、旧潜水艦は、ドイツにルーツのある潜水艦ではないので、韓国国産と称されることが多いのですが、本当のところは、設計を含めて 100% 韓国製ではありません。自慢のトサンアンチャンホ、旧潜水艦に、韓国産のものが、どれぐらい本当に使用されているかを調べてみると、およそ 76% ということです。ドイツ製209型、214型潜水艦を運用した、経験とノウハウを土台に、ソナーなどの電子機器類をはじめとして、できる限り、国内製品の使用率を高めようと試みたようではありますが、ヤスタケのデータを見てみます。水中排水量3705トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルということです。エンジンは、ドイツ潜水艦に倣って、鉛製蓄電池とモーターを搭載し、
燃料電池方式の非待機依存推進方式を採用しています。並走面では、前述の VLS が6基環境後部背面に備えられています。艦首部分には、6門の 533mm 魚雷発射管が設置されています。これは、韓国海軍で、バッチ1型と呼ばれている第1段階目の艦艇です。1型の次は2型、そして最終型はバッチ3です。この仕様はまだ確定しないそうです。エンジンは、現政権が目標にしている原子力推進型になると推測されていますが、通常動力型と比較すると、現存費が巨額となる原子力推進方式潜水艦を本当に韓国が作るのか、費用的にも技術的にも、そして政治的にも韓国に実現可能なのか、多くの疑問が浮かぶのですが、これはまた別の問題になると思われます。政治的というのは主にアメリカとの関係です。そう、竜型や太平型などの攻撃型潜水艦を見慣れている人が、安武などのトサンアンチャンホ旧潜水艦を見ると、あまりの重武装さに、実際これ、動けるのか、と思うことがあるようです。実際に動くんだろうか、という根本的な疑問すら聞こえてきます。しかし、オーストラリア海軍やインド海軍でも、こういった通常動力型潜水艦を採用したいという動きがあるようなので、予算が厳しい韓国海軍では、このクラスの艦に、兵装を山積みして重武装化し、戦術、戦略両面での活路を探るということがなきにしもひずとも言うのです。しかし、まだこういった潜水艦は、実際には就役していませんから、動いてはいません。ということは、と、サンアンチャンホ、旧潜水艦こそ、実用性が試される最初の艦艇になることが確実視されているのです。ここで、改めて、韓国の地形を考えてみませんか？オーストラリアやインドなどは、周囲を、広い領海に囲まれた海洋国です。その海洋へ、軍事大国中国が進出を強めつつあるので、非常に懸念されるという理由がありますから、対抗策として、重武装潜水艦が必要というのもわかります。しかし、韓国は状況が違うのです。韓国にも、狭い海があります。しかし、同じ民族であり、今も戦争中である北朝鮮との間に、海はありません。地続きですからね。それなのに、韓国は、なぜ、戦略型艦対地ミサイルを搭載できる潜水艦を欲しがるのでしょうか？回答は、日本が標的だからです。非常に遺憾ながら。2012年、平成24年、当時の李大統領が、日本の領土である竹島に上陸したことがありました。大々的に韓国で報道され、大喜びする人々が映っていましたね。東日本大震災からわずか1年しか経っていないというのに、この有様は火事場泥棒のようだと怒りを覚えた人も多かったでしょう。現職大統領の国際関係を踏みにじった行動によって、日韓関係は一層冷え込んでしまいました。韓国が建造しようとしている航空母艦を見てもわかるのですが、日本が持っている総流型などの攻撃型潜水艦、出雲、片護衛艦に対抗するために、原潜やその搭載用の艦対地巡航ミサイルなどの兵器を持つことで、日本の上を行きたいという意図があからさまだなぁと感じてしまいます。とはいえ、現在のところ、韓国とアメリカ、アメリカと日本は、それぞれ軍事同盟を結んでいるので、アメリカの同盟国同士として、
同じ側に立っているということになります。その立場からすれば、韓国を日本の軍事的脅威とみなす必要はないのかもしれません。しかし、同盟国であるアメリカとしても、コストの問題などで、在韓アメリカ軍撤退という可能性もないとは言えません。朝鮮半島に対する戦略を変更してアメリカ不在となったら、韓国はもう一方の U、つまり中国にすり寄っていく可能性が高いでしょう。歴史的に見ても、韓国は中国を宗主国として仰いでいました。宗主国に守られたり、搾取されたりなどもありましたが、アメリカよりは親近感を覚えているのではないかと見られます。韓国が中国に接近した場合、仮に韓国が日本を射程圏内に入れる艦対地ミサイルを設置できる潜水艦を持っていたら、ロシアや中国に続いて、韓国が日本の脅威になってしまうことも考えられるのです。日本では、長射程巡航ミサイル、政府曰くスタンドオフミサイルの保有については、敵地攻撃用兵器の範疇に入るため、専守防衛主義や憲法に反するのではないかという指摘があります。陸上のイージスとして、導入可否が話題になったイージス・アショアも、この種の兵器でしたが、ブースター落下時の安全が保証できないため、導入は見送られました。しかし、導入されたとしても、ミサイルは、地上へ落下するときに、軌道を変えるので、イージス・アショアで迎撃するのは困難だったと考えられます。迎撃による攻撃回避が難しいケースでは、敵国に使用させないため、同レベルの兵器を持って、抑止力とするという対応策が有効とみられています。昨今、特に緊張が高まりつつある東アジア情勢に対応するためには、有効性の高い対策を考え出す必要に迫られているのではないでしょうか。